えー、おはようございます。9月7日、朝6時20分の相場解説になります、えー。FX オリガルヒの皆様はね、あの、お連絡いただいたように、えー、昨日、おとといと利益かなり上がったみたいじゃないですか。まあ、その、利益、あのー、今回はね、おめでとうございますと、あえて言わせていただきます。まあ、中にはね、あのー、久保さんの解説、久保さんのエントリーに相乗りしましたって方がいらっしゃいましたけども、今回は儲けてください。もういいですから。 それはいいですから、もうね。しかも、終わっちゃったことなんで、143円ってのは出来すぎですけども、143円直前までずっと、ポジションを持たれてた方もいてね、やっぱり生涯初のこんな利益を得ましたみたいな感じで、あの、スクリーンショットを出してくれましたけども、そういうことが起きる、そんなね、月カでしたね。いや、私もね、月曜日に140円を、あの、割らなかった、大量決済が出ないことに、ほっと胸をなだよろして、バイの方に向かったわけなんですけども、 火曜日までに141円いけばいいかなと思ったら141円はあの一時期ねちょっと横ばいのようになったところがありましたトライアングルを作りながらトライアングル突破しなかったんでその間あその後ですねその後レンジをぶち抜いてブレイクした後がすごかったですね万が一のためにエントリーポイントを2つ皆さんにもお示ししましたけどもそこでまさにエントリーした方が今回巨額な利益を得てね ホクホクしてくださったってことで、えー、え本当によかったですね。中にはね、あの、お礼を送りますとか言ってね、なんかその、口座番号をね、確認してく,くださった方もいますけども、あの、お気持ちだけでいいですからね。でも、オリガルヒに入ってよかったですよ、やっぱり。資金の10倍ぐらい儲かってる方もいらっしゃるみたいで、あの、資金の10倍っていうか、オリガルヒの、なんか、入塾費用の10倍ぐらいもうすでに儲かったみたいな人もいて、金額を取っちゃいけないんですけどもね。でも、今回だけは、儲かってよかったねと言わせていただきます。 でもこういうラッキーチャンスはねたまにありますけどもあの本当にいつもあるわけじゃないんで基本的にはテクニカルを身につけてみましょうねでも今回もテクニカルに忠実になったからこそあのエントリーポイントが差し示してたとも言いますし直前のブレイクに関してもまずはトライアングルでブレイクそしてその後はレンジでブレイクっていうふうにとにかくブレイクに対してずっとね解説ができた月間だったんで利益を取られた方が多かったんじゃないですかということで 速下塾の限定放送も込みで、この6時22分の放送になりましたけども、お届けします。デイリーです。お示ししたように、ここをね、抜けたらね、もうかなりね、天井知らずで上がっていくってことなんですよ。だってもう、こちらの方の世界に抵抗体何もないですから、基本的にはズッパリ上がっていくのがテクニカルです。もう、意図的な介入とか材料が入らない限り、このまま倍を進めていくのは今までと変わりがありません。 今までと変わりがあるのはね、こうやって進んでいる中でも、あのここでは倍しないでくださいねってことだって、ここは解説をしながらもエントリーを止めてたわけなんですよ。で、ここで登ってるときには再びエントリーを促してですね、ここではまた、あの、倍でエントリーはお勧めしなかったでしょ何品くらって、私がその後ね、痛い目見たけども取り返すのはここですよ。もうなんか、昨日のようなことですよね。で、ここに材料があったけども、結局は前年戻しをここで行って、そこからは突き抜けて、 もう、あとは天井知らずですよね。これ何が起きたんでしょうね。うん、つまりね、あの、何ですか、ね、この辺りで長期の玉を持った人が、ここで大量決済しなかったばかりか、追い線かましてきてるんですよね。で、これからもその追い線ってのは続くと思います。ただし、やっぱり資金が大きい人は大きい人なりに、介入とかの心配してますね、もう今はね。いや、ずっと前から私介入って言ってますけども、口先介入って言ってね、もしかしたら、 ドルを売る流れを作るかもしんないよっていうだけでも、それだけでも市場動きますから、口先介入。実際はしなくても、インタビューに答えるだけで相場って動きますんでね、実際今までも動いてきましたし、そこだけ警戒して、あとテクニカル的には倍以外は考えられない、そんな局面です。では次の時間です4時間見ていきますよ。4時間でも一方的に上昇しているところは見て取れます。懐かしいところはね、ここですよ。ね。 この赤い線覚えてます135の556でここを越えたらもうここを割らなくなったでしょそればかりかあのダブルボトンみたいなのをつけて急上昇してその後はね緩やかに下がることがあってもそれ以上の力で上昇してきたじゃないですかでここでレンジを作ってレンジブレイクが凄まじく盛り上がってきたってことですよねだから一時期ここがトライアングルに見えたわけですよそれは間違いないんですよ この時点ではトライアングルで先日は良かったんですよ。トライアングルで抜けても同じような形できたと思いますからね。その前に一旦小さな利確が起きて下がったんで、えー、ワン呼吸を置いて押し目を作るようにこういうふうにね、伸びていったわけですね。で、今ちょっとまたね、あの、若干落ち気味ですね、価格が。1時間にしてみるとわかりますけども、ここでまあボックスを取るような形にな,なりましたね。とりあえずここまでで大きなボックスを書いておきましょう。 まあこのぐらいのボックスだったら全然許容範囲ですね。つまりは50ピップス。だからもうちょっと大きく取った方がいいな、これ。えっ、ー、とね、この強いヒゲ先から、この強いヒゲ先、この強いヒゲ先、この3つを意識して今ボックスを作りました。とりあえずは今日はこれでいきましょうか。これで水位を見守りながらボックスを狭めていったりとか、他のフォーメーションを見たりとかね。まあ場合によってはこういうふうなレンジも作れなくもないですから。こういうふうな、限定的なレンジもね。 それは分かりませんのでとりあえず今この時点で引けるボックスってのはこれですえっ、ー、とピップス的にはね70ピップスぐらいの上下なんでレンジ内オプションも取りますけども今回はレンジ内オプションはまだねまだ考えずにしばらく様子を見てですねどこまでこれが落ちていくのかでここまで落ちてもボックス内ですからあの仮にですねここまで落ちたにしても価格が142円の250までいったとしてもここで倍入ってもいいですからねこの辺りで ただしね大きく構えると今回のボックスはここまで及んでもいいのかなと思いますよねだからかなり幅広く最初は取っていてこの間で角が推移するんじゃないかなっていうふうに今の時点では考えながら徐々に絞っていくって形ですえとりあえず今ねあのこれがまだ底を見せてませんからここ横ばいから下に下がってきたでしょこれがまだ 下に行き切ったとここに反応するのかそれともここに反応するのかそれともここまで反応しないのかそれを見ていきたいと思います。それじゃあ。